前こうやって書くところ取るって言われて一枚書いたことあるんですけど、ルフィとチョッパーを書いたからちょっと足してみました。ルフィを書いて、チョッパーが誰かに手を振ろうと思って波を書いて、波を書いたら突進してくるサンジが出てきて、じゃあゾロもウソップも書かなきゃなと思って書いて順番に増えていっただけで、あ、そうそうそう、だからそうやって絵の上で思いつくことで書いていきますよ、いつも。全然見えてないですね、塗りながら、うん、描きながら塗りながら、その場で思いついたことしか描きたくないです。一番読んでもらえますよね、たくさんの人に。連載しただけで、それが一番大きなメリットで。僕はジャンプ目指した時は、乗った時じゃなくて目指した時はもうジャンプ以外の雑誌は考えられないというか、ぶっちぎりのトップだったわけですよ。いわゆる黄金期、650万部とかいう時期だから、そこで連載すれば一番本当にたくさんの人に読んでもらえるって思って、目指しましたね。いや特にないです。漫画家はみんな大変でしょ。ジャンプだからってわけじゃないでしょうね。週刊連載は。青い空でしょ、綺麗な海と。帰ってても気持ちいいですね、見てても気持ちいいし、海とヤシはいいですね。普通のことジャンプって一番普通の人たちがたくさん読む雑誌なので、普通の人の気持ちが分かるようになっておくこと。だからなんかあんまり一つのことにのめり込みすぎず、まあ、スポーツとかのめり込んでも構わないんですけども、なんかそういう若い時代の
子供の頃の気持ちとか若い頃の気持ちとか普通の人の気持ちが分かる生活を普通に送っていくのが一番いいと思いますね。だから読む漫画も世間で流行ったもの全部はみんなが盛り上がったらわーっと一緒に盛り上がって流されてキャプテン翼が流行ったらサッカー始めてもう流れるだけ流れてきましたんで普通の気持ちがよく分かる。それは強みですね。やっぱ自分が生きてきちゃった道っていうのはもうしょうがないんですよ。だから好きなものをどうやったら普及できるかとブームを起こす方向で考えた方がいい。世間で今これが流行ってるから乗っていこうっていうのが作家では困るんですよね。普通の人はそれでいいんだけど作家になったからには一歩先行って自分はこういうの好きなんだけどまだ世間の人は知らないっていうものを見つけたらそれを流行らせる力があるので漫画にはそういう気持ちで書いていただければいいかな。人に読者に合わせる必要はないです。